はいまあいろいド,マイド繁盛してるお店ね成功してる会社ねこれはねお客様を捨てているってどういうことってまあ,あの扱いにくいお客様ねわがままなお客様ね、まあ、自己中なお客様ね、まあ、そういうお客様を相手にしない、まあ、普通のねお客様として尊敬できるお客様だけを、まあ、やってく取っていくってうの まあ、ミントの低い、ね、あのお客様っつうのはとにかくお金にうるさくて、ね、自分一人だけ時間取って安い単価でやってもらおうなんてね昔若い時いたねなんかわけわかんないおっさんね今の美容は、ね、髪の毛切るだけだから、ね、値段はこんなもんでいいだろうとか、ね、淡々と一人で喋ってるおっさんねで自分で自分ので値段決めてそんだけ置いて帰るようなねそんなのいるのって若い時ねいたよ本当に一人だけ。 あこれもね、繁盛すればねこうやって強気でいけるけどね、まあ、うちみたくね暇になってくるとねそうも言ってらんないってなるけどねだけどねあの民度の低いわがままなお客さんが増えてくるとね普通のお客様がね、まあ、迷惑かぶるっつうの結局わがままな人ばっかりに時間取られてね普通のお客様やる時間がなくなっちゃってさささっとやってね、まあ、わがままなお客様もね それ相当にお金で、ね、取れるようになってしまえばねいいお客さんになるからねうんわがままなお客さんでもうまくいなしてねさささと終わってある程度のお金取れれば別になんでもないわけだからねわがままをわがままで放置しておくとね安い料金でカット1時間も粘られるとね <laughs>、うんまあ、なんか考えないとダメだねこれはまあ美容師にも責任あるってなるよね はい、コメント返しねりょう先生毎度毎度ねビルの3階を借りて営業してる店舗にいますが目立たないので飛び込みのお客さんはいないです。ほねホット唐辛子、解約したら店舗として確実にダメになります。うこうなるとさホット唐辛子様々になんねうちの近所だとねやってる店ねないんで昔いたけどやめちゃってるね。 回路面店、ね、まあ住宅街っぽいとこでやってるけど、まあ、広告戦でねキャッチコピーが命になってくんねキャッチコピーってあってねいろんな書き方あるからねこれはねどうやって書いたらいいんだろうね本当にケツに火がついてもう跡がなくならないと思いつかないもんでね意外とね、まあ、よく紙のチラシはねもう見て1秒で捨てられるっつうの。 よく紙のチラシねばらまいてもね1秒で捨てられちゃうってよく言うよね見ないでただ SNS とかねこう、まあ、スマホで探してるような人はね探してるわけだからねどっかいい店がないかねでここいいかなと思ったら1秒じゃないよねもうすべて読むっつうの一文字残らずそんでこの店が本物か偽物か精査するっつうのかね だから情報量は多ければ多いほどいいような気がするけどそのホット唐辛子は書各スペースとかあって各スペースが広くなったら高く取られるんだろうからねやっぱホームページとかね作ってあるならね細かくなるべく細かく書いた方がいいような気がするよねそういうのもね人任せだと大したもの作ってくれないんだよねやっぱね自分たちで作らないとね経営者がね やっぱ考えるるようになるかね。働いてる若い人だって上の空なんだよねお前ら考えろってね自分のお客は自分で集,集客しろとか言ってねそんでもなかなかねケツに火がついてないからね頭使おうとしないんだよね。<laughs> まあでも考えなきゃいけなくなったらねまあ最初はできないと思うけど23年やってるとだんだん上手くなるからね。 うまくなるっていうかね変なな、ね、キャッチコピーでもね平気でね書いて店の前に貼れるようになるね。<laughs> はいお疲れ様でした。